舞台のまだ舞台に出る前はすごい緊張してたんですけど、あの踊っていたらすごい楽しくなってきて、最後は拍手ももらえたのですごい楽しかったです。ありがとうございます。続いて木村咲也くんお願いします。僕も昴生くんと同じで最初は緊張してたんですけど、踊ってる間にそれがどんどん緊張してるってことがなんか忘れてって、自分でもいい踊りができたと思うので良かったです。ありがとうございます。前田春人くんお願いします。緊張しててあまり覚えてないんですけど、とてもいい気分でした。ありがとうございます。未来和樹くんはいかがでしょうか。これまでの長い間本当にみんな4人でコツコツと練習を頑張ってきて、それが今日こういう一つの形となって皆さんに披露できたことがとても感動しました。ありがとうございます。ビリーのお父さんをやります吉田光太郎です。今僕らも上で彼らの踊りを見てたんですけどもね、みんな泣いてました。感動して、はい。それで基本的にこの世界中で絶賛され、たくさんの賞を取っているこ の, すごいミュージカルになぜここに僕がいるのかっていう相変わらずのアウェー感は否めませんが、一昨年初めてデスノートというミュージカルに出させていただいた時も大変アウェー感がまだ拭えてないんですけども、でも非常に光栄なことだなと。ビリーがお父さんから絶対踊りを踊るなって言われた後にタップを踊り狂うところがあるよね、まあ、あるんですよ。でそこでほぼ叫びながら絶叫しながらタップを踊り狂うっていうシーンがありまして、そのシーンが僕大好きで、なんて言いますか、シェイクスピアを生んだ国だなと思うんですね。これはやっぱイギリスっていうのは、もう嵐の中をさまよって方向して叫ぶリアを心の姿だったり、父を殺されたってことを亡霊に告げられた後に復讐を誓うハムレットだったりっていう姿がなんか重ね合わせられるんですよね。なので、本当にその踊りっていうのが自分が今そこから抜け出したい、自分の今の状況をなんとか打開したい、そこからどっかへ飛んでいきたいっていうところから自然に発露していくものとしての踊り、歌っていうものを本当にきっちり捉えてもいいんだなと思って、そこをね、本当にただ踊るだけではなく、ただ歌うだけではなく、今自由になりたい、今何かを主張したい、今何かを叫びたいっていう、なんかそういうのがもっとわっと前面に出てくるような芝居になればいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ビリーの父親役を入らせていただきます、松岡と申します。僕も、吉田さんよりももっとアウェイ感といいますか、ミュージカル本当に初めてでございまして、そもそもこの去年の1月にワンマンでこの劇場版を映画のようにして放送していたんですね。それをたまたまこれとは関係なく見てて、途中からだったのに引き付けられたのが初めてでした。で、そのミュージカルっていうのが自分とは別の世界にあるんだなってずっと思ってたところに、オーディションを受けてくれないかっていうお話をいただいて、しかもそれを1月に見ていた作品で、そういうこういうことがあるもんだなと、なんかどっかこう第三者的な視点でこう最初は眺めていたんですけれども、オーディションをいい年齢いい年になってって言い方あれですけれども、オーディション受けるというそのこともなんか幸せだなと思いながら、受かるか受からないか分からない状態っていうのを味わうっていうのもこの年になってもまだドキドキするものなんだなとか思いながら、いろいろ感じながらそれを経過していきまして、あと3ヶ月で稽古が始まる。さっきの4人のビリーの踊りを見てもうこんなに気持ちが高揚していて、吉田もそうですけど僕もみんななんか涙ぐむと言いますかね、これは自分の世界に今までなかったっていうふうにどころじゃない、これから自分がその中に生きていくんだっていうそういう、実感っていうかそういうものを今すごく感じています。何しろ初めてなんで、いい練習といい稽古といろいろ積み重ねて
いきたいと思っています。よろしくお願いいたします。はい、ゆずきレオンです。ビリーのバレエの才能を見抜くウィルキンソン先生をさせていただきます。私もこの作品を見たときに本当にいろんなところで涙をして、なぜこんなに人が夢を持っている姿を見るとこんなに心が動かされるのだと思うぐらい感動したので、この作品に関われて本当に幸せに思っています。ビリーをはじめとするすごいキャストの皆様にいっぱい刺激をいただきながらたくさん稽古したいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて島田果歩さん、お願いします。ウィルキンソン、夫人を演じさせていただきます島田果歩です。私は、初めてこの作品を見たのはブロードウェイで、まだこの作品がロングランがスタートして間もない頃でした。チケットがなかなか取れなくて、やっと2階の奥の方の席が取れて、見た。それが出会いでした。リトルダンサーの映画は見ていたんですけれども、あの映画がこんなにすごいミュージカルになってしまったんだ、もう本当にもう感動しすぎてしばらく席から立ち上がれなかったのを、覚えています。もうこの作品はすごく辛辣なぐらいの社会背景の子供を描きながら、親子の愛だったり同志愛だったり先生と教え子との愛だったり、もういろんな深いドラマが描かれていて、でまた音楽 も素晴らしくて、ナンバー もうアイデアともう遊び心がたっぷりのナンバーもたくさん散りばめられていて、やっぱりもうこういうミュージカルは他には絶対ないなっていうぐらい衝撃的な作品だと思います。とにかくビリーの存在がもうなんていうんですか、歌と芝居はもちろんなんですけど、タップとバレエとアクロバットともうフライングまで、もうこれだけのスキルを求められる作品、本当にないんじゃないかなって本当に思います。今も大感動しておりましたが、いっぱいビリーたちから元気を勇気を力をもらいながら、私も精一杯このいただいたチャンスに感謝をして演じさせていただきます。よろしくお願いします。久保さんです。ビリーのおばあちゃん役をやります久野明子です。よろしくお願いいたします。私もこの作品はニューヨークで本当に2階の何列目かな、5列目ぐらいのところで見て、その後こんな遠いところからなんでこんなに号泣しているんだろうって思ったことを覚えています。それで去年お話をいただいて、オーディション受けてって言われて、オーディションかと思って、私もドキドキしながら、何十年ぶりかのオーディションだと思ったんですけど、もう一回改めてビリーを見せて、ビデオを見て、もうこんなすごい作品に関わられることができれば、この年になっておばあちゃん役をやれてこんな嬉しいことはないと思ってオーディションを受けました。で結果までの間はものすごくやっぱりドキドキ、まあ、それはドキドキしてたんですけど、勝ったって聞いた時によしって思いでいっぱいでした。でも日本人のキャストで、その時にオーディションに受かった人たちが1年近く稽古してっていうのを見て、今日初めてこの4人の孫たちを見て、ちっちゃいと思ったんですね大丈夫かなと思ったら、今のを見てうわーと思って、別にもう本当に孫ちゃんを持てて感動して誇りに思います。これからもまだまだ3ヶ月以上稽古して本番もっとすごくなっていくのがものすごい楽しみです。ただそうか、吉田さんと増岡さんのお母さんなんだと思うと、もうそんなこと来ちゃったなって感動になってあるんですけれども、でも参加できてすごい嬉しくって、本当にどんな年齢の人が見ても、どんな人と一緒に見に行っても絶対もうすごい良かったと思って、
明くる日、新しい明くる日を迎えられるっていう気分になる舞台なので、もう本当に嬉しいです、この作品に参加できること。でみんなに見てほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは根岸としえさん、お願いします。根岸としえです。今久野さんがおっしゃったことと全く同意見で、この幸太郎さんと松岡さんが息子っていうのはすごく一つ抵抗があったんですが、今のビリーのパフォーマンスを見たら孫は許せる息子はともかくこの孫だったらいいおばあちゃんになると今日思いました。ましてダブルでやらせていただく、もう久野さんはもう本当にずっとやってらした方なので、こんな素敵な方とダブルキャストをやれるなんてこれはまた幸せだなと、ダブルキャストっていう経験が初めてなので、もうその稽古場でどんなこう今までになかった経験ができるんだろう、それだけでももう本当期待でいっぱいで、今パフォーマンス見た後にうわこれ毎日見れるんだ幸せって言ったら幸太郎さんに出るんだからねって言われましたけど、もう本当にきっとみんなからいっぱいいろんなものがもらえるもんじゃないかと、ご覧くださる皆さん以上にもうミーハーになって今楽しみでしょうがありません。ぜひご検討よろしくお願いいたします。今回オールダービリー役で出演させていただく栗山蓮と申します。このビリーエルプのお話をに初めて触れたのは僕がバレエを始めて間もない頃で、当時英国ロイヤルバレエ団に所属していたアダム・クーパーさんがこのオールダービリー役をやっていたんですけど、その役に衝撃を受け、とても憧れたので今回このビリーのみんなに憧れていただもらえるような、踊りをしたいなと思っています。このミュージカルを通して、バレエそしてバレエダンサーの魅力も披露していきたいなと思っています。初めてのミュージカルの出演なのですが、しっかり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは大貫さん、お願いします。オールダービリー役をやらせていただきます大貫祐介です。僕は4年前にたまたまロンドンでビリー・エリオットの作品を見させていただいて、本当にさっき幸太郎さんがおっしゃってた一幕最後 そのビリーが一人でアースターって言って踊り始める踊りで本当にもう動けなくなって、その感動が今ここで上から見せた時によみがえってきて、同じような感動を感じれて、あとまだあと3ヶ月そして一緒に稽古していってさらに進化していくんだろうなと思うと、もうワクワクがもう止まらないというか、すごくこう背筋がこうスッと伸びたような気持ちになって勇気と元気をすでにもらいました。だからまあ僕も、残り3ヶ月、まあ、これからもっともっとトレーニングして憧れてもらえるようなダンサーに俳優になれるよう、精進するので、よろしくお願いしますそしてたくさんの方に本当に見てもらいたいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。